中川正文は、日本の児童文学作家、児童文化研究者。財団法人大阪国際児童文学館特別、顧問、京都女子大学名誉教授、大阪府立国際児童文学館名誉館長。京都女子大学教授、日本児童文学学会会長、日本保育学会理事、大阪府立国際児童文学館館長。 財団法人大阪国際児童文学管理,理事長などを歴任した奈良県出身。成果は寺院であり、その長男として誕生した。早塾であり、中学生にして修作を手掛けるなど幼い頃から創作活動に取り組んでいた。その結果、18歳にして自らの作品で原稿料を得ていた。1949年。 留国大学文学部国文学科を卒業した。1949年により、京都女子大学に勤務し、同教授を経て、大阪府立国際児童文学館の館長を務めた。また、同館を運営する、財団法人である、大阪国際児童文学館の理事長を務めた。また、伊藤誠、遠藤周作と共に、第1回アジアアフリカ作家会議日本代表を、務めた。 多数の著書を表し、児童文化功労賞、京都府文化功労賞、流国賞などを受賞した。2011年10月13日、肺炎のため、京都府宇治市の病院で死去、90歳没。福音館書店より出版した、五老八大名人や、ネズミのお医者様が代表作であり、その他にも多数の著書がある。なお、上した五八名人は、 日本の出版史上初めての関西弁の絵本である。同書は日本の出版界に大きな影響を与え、方言など絵本における言葉遣いが議論される講師となった。大阪府立国際児童文学館の館長在任中は子供の本は消耗品として捨てられることが多いと指摘した上で公的な機関が網羅的に収集しなければとその意義を主張した。そのため、 大阪府知事の橋本徹が大阪府立国際児童文学館を閉館させ、蔵書を大阪府立中央図書館に移した際には児童文学への無理解により貴重な蔵書が不当に扱われているとの思いを抱き批判的な主張を展開した。ありがとうございます。